こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回も、ジューダー家をやっていくよ。ヘンリー8世がこの世を去り、時代は次の世代へと移る。そこに現れたのは新たな悲劇の主人公だった。ジューダー家の悲劇の多さなんやねん。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。ヘンリー8世の息子、エドワード6世が王になったわけだが、このままだと家系図が混み合うので重要人物以外は消えてもらおう。言い方が物騒。ヘンリー8世の最後の奥さんは残してるのね。前回はキャサリンパーが亡くなるところまで話したが、今回はまた少し話が戻るんでまだ生きてる。エドワード6世の戴冠式が開かれ、人々は国王に祝福を、と涙を流して叫んだ。この時、彼はまだ9歳。小3やないか。その夜は内輪の舞踏会が開催され、限られた貴族たちが参加した。エドワード6世は幼馴染みの少女と一緒にダンスを踊った。微笑ましいわねー。たわいもない光景だが、現代でも映画やドラマなどで描かれ続ける、ジューダー家が生んだスーパースター4人。ヘンリー8世、アンブーリン、そして3人目は、国王エドワード6世、いや、隣でダンスを踊る普通の少女、ジェーン・グレイだ。そっちかあ。そんなにダンスが上手かったのね。そういうスターじゃない。ジェーンも当時9歳で、祖母はヘンリー8世の妹、メアリーだ。メアリーの娘フランセスがドーセット公爵ヘンリー・グレイと結婚し、生まれたのがジェーン・グレイだよ。ちなみにジェーンという名前は、エドワード6世の母、ジェーン・シーモアから来ている。ジェーン・シーモアが待望の王子だったエドワード6世を産むと、世の貴族たちはこぞって娘にジェーンと名付けたんだ。そこには将来、娘が王子と結婚できますようにという願いが込められているのさ。それって意味あるんか？カツオくんが船って名前の女の子と結婚するとは思えない。現代の感覚で考えるんじゃない。ジェーン・グレイが表舞台に出てくるのはもう少し後なんで、一旦エドワード6世の話に戻るね。気になるわー。エドワード6世はまだ9歳なんで政治は大人たちが代わりに行う。父親ヘンリー8世の遺言では16人の遺言執行人が、平等にエドワード6世の後見人になることが決まっていたが、エドワード6世の叔父であるサマセット公が遺言を無視して五国卿に就任、一人でエドワード6世の摂政となった。サマセット公の弟、トマス・シーモアも昇進して、一気にシーモア家が権力を握ることになったのさ。サマセット公とトマスは兄弟揃って野心家で仲が悪かった。トマスはもっと出世するため、ヘンリー8世の最後の王妃、キャサリン・パーと結婚する。出世のためかあーい。キャサリン・パーとトマス、そしてキャサリンを慕っていた王女エリザベスも一緒にチェルシー宮殿に住んだ。そこへ10歳になったジェーン・グレイが、行儀見習いとしてやってくる。ジェーンちゃん再登場。当時の貴族は、有力な親戚や知人のもとへ子供を一時的に預けるのが一般的だったんだ。行儀見習いだけでなく良い縁談を探す目的もある。ジェーンは小柄で、すごい美人ではなかったが愛らしく可憐で、赤い髪とそばかすがコンプレックスだったという。キャサリン・パーはジェーンを温かく迎え入れ、勉学に励めるよう取り計らった。毎日朝6時からギリシア語やラテン語の文学を英訳し、一日中机に向かうハードスケジュールだったが、ジェーンは真面目にこなし、その上達ぶりは教師が感動するほどだったという。みんながジェーンに優しかったが、4歳年上の王女エリザベスだけは違った。エリザベスちゃん。いじめてたとかじゃないが、なぜかエリザベスはジェーンを存在しないかのように完全無視していたらしい。エリザベスは別格の優秀さを持ち、家庭教師は友人への手紙で彼女のことをこう書いている。理解力も記憶力も私が知る誰よりも優れている。思考力も高く、女性的な弱点も全くない。男性化おまけの適応力だ。すごい女の子ね。だがキャサリン・パーの妊娠中、トマスがエリザベスを狙って寝室に出入りしていることが発覚し、エリザベスは友人夫婦の家に預けられる。トマスこの野郎。実はトマスはもともとエリザベスとの結婚を狙っていて、無理だったのでキャサリン・パーと結婚したという経緯がある。雇ってきたわよ。どこで首切り人を雇うのか。ただ、エリザベスもまんざらじゃなかったんだ。エリザベスがトマスの膝に乗っているところも目撃されている。トマスは39歳だが、騎馬試合や戦争で鍛えられた体つきと陽気な性格、しかもイケメンだった。いつもクールで無表情なエリザベスがトマスの前では明るくはしゃいでいたという。それでもエリザベスちゃんをそそのかしたトマスが悪い。それからは何事もなく過ごしていたが、キャサリン・パーは女児を出産後に産褥熱で倒れ、
熱にうなされながらトマスを罵ったという。あなたは私を一度も女として愛してくれたことはない。私の元王妃という肩書きだけを求めたんや。トマスがどんな奴か全部わかってたのね。出産から6日後、キャサリンパーはこの世を去った。最後には正気を取り戻し、トマスに自分の持つ全財産を相続させると言い残したという。キャサリンちゃーん。ジェーンは一晩中泣き続けた。ジェーンの両親はとても厳しく、実家での生活をジェーンは地獄と表現したほどで、優しいキャサリンパーは実の母以上の存在だったんだ。キャサリンパーの葬儀の喪主を務めたのもジェーンだった。トマスは葬儀に出席もしていない。執行してよし。止めなさい。まあ当時の慣習ではトマスが葬儀に出席しなくてもおかしくはないらしい。ちなみにキャサリンパーが産んだ女児も幼いうちに亡くなっている。ジェーンは両親の元へ戻った。すると、トマスが今度はジェーンを利用するため引き取ろうとしてきた。どこまでも女の子を踏み台にすることしか考えてねえな。ジェーンは拒否したものの両親の賛成で実現しそうになるが、もっとお金が必要だと思ったトマスは商船から賄賂を巻き上げたり、海賊船から略奪品の一部をもらったり裏金に手を出していた。だが、それが兄のサマセット公にバレる。大ピンチのトマスが計画したのは、エドワード6世の誘拐だった。国王の身柄を手中に収めた者が権力を握るのはよくある話だからね。トマスは自ら、エドワード6世が眠っている寝室に忍び込んだ。危ないわよ、起きてどうしたのもなか。いや、私が吠えたんじゃねえわ。エドワード6世が飼っていたコッカースパニエルが異変に気づいて吠えたんだ。えらいわあ。トマスは逮捕されロンドン島に連行された。ついに逮捕されたわ。ワンちゃんにあげる骨を持ってなかったのが敗因ね。骨で歴史が変わってたのか。トマスは国王への反逆罪はもちろん、またこっそりエリザベスとの結婚を画策していた罪にも問われたという。もはやエリザベスちゃんのストーカー。トマスは処刑を宣告された。宣告したのは兄のサマセット公だったよ。兄弟仲は悪かったとはいえ、処刑宣告に一週間かかったことからサマセット公の苦渋の決断だったことが伺える。トマスは処刑台に登っても、最後まで反省や悔いる言葉を述べることはなかった。首切り人は一撃でトマスの首を落とすことができず、二回もやり直したという。後にエリザベスはトマスの処刑のことをこう述べている。その日、一人の男が死んだ。というかストーカーが死んだ。詳細には長けていたが対局の読めぬ男だった。トマスとエリザベスの噂は巷にも流れてたんで、噂を一周するための発言だったと思われる。サマセット公はトマスの処刑で弟殺しの烙印が押されてしまったが、庶民寄りの政治で人気があった。ある時、農民たちが自由に使っていた土地に大貴族たちが囲いをつけて使えなくした。この頃イングランドは羊毛産業が栄え、貴族たちは羊の飼育場所を確保するために農民たちの共有地を囲い込んだのさ。サマセット公は農民のために囲い込みをやめさせたが、貴族からは大きな反発を招いた。そこにつけ込んだのがジョン・ダドリー。シーモア家出身の妻を持つ貴族で、サマセット公とも義理の親戚関係にある。ダドリーはサマセット公に不満を持つ貴族たちを味方につけ、サマセット公に対し反乱を起こした。武装した貴族たちが攻めてきたのでサマセット公は、眠っているエドワード6世を起こし、エドワード6世はほぼ誘拐状態で連れられて逃走した。誘拐されやすい子やな。サマセット公は兵を挙げたが、ダドリーの軍に敗北してあっさり捕まってしまう。サマセット公は一般の国民には人気があるのでダドリーはとりあえず和解をしたが、その後に再び逮捕した。サマセット公がエドワード6世の誘拐を企てたという罪状だった。どんだけ誘拐すんねん。これはダドリーがサマセット公を破滅させるために仕組んだことだと考えられている。ダドリーの陰謀か。裁判の結果、斬首刑を言い渡される。サマセット公翌日、多くの人が処刑場に集まって嘆いたという。すると。どうしたのもなか。いや、私じゃないだろ、どう考えても。馬に乗った兵士の一団が走ってきたんだ。国王からの特赦を持った使者だわ、処刑は中止ね。と、人々は沸き立った。よかったー。やべえ、遅刻遅刻。ロンドン島の衛兵たちが遅刻してきただけだった。紛らわしいんじゃあ。きっとサマセット公が一番期待したと思うが、人々に静まるよう呼びかけたという。そして処刑は執行された。
悲しいわねー。ダドリーはノーサンバランド公に昇進し、実質的に最高権力者となった。同じ頃、ジェインの父親もサフォーク公に出世し、一家は豪華なリッチモンド宮殿に移住している。一方、エドワード6世は天然痘とはしかを患い、それをきっかけに健康状態が急激に悪化してしまう。心配だわ。もともとエドワード6世は病弱で、父親のヘンリー8世が梅毒だったので先天性梅毒を患っていたと言われる。ヘンリー8世は死後も迷惑かけてくるわね。翌年からは肺を患ってほぼ寝たきりとなった。高熱を出し呼吸は苦しくなり、髪や爪が抜け、手足が異常なまでに腫れ上がったという。諸説あるが可能性の肺の伝染病だったと言われているよ。エドワード6世はもう長く生きられないだろうと噂され、最も彼の死を恐れたのはダドリーだった。エドワード6世が亡くなると、王位継承順位では母親違いの姉、メアリーが次の国王になる。メアリーは超熱心なカトリックだが、ダドリーは新教プロテスタントだった。メアリーが王位につけば、宗教の違うダドリーは宮廷を追われる可能性が高かった。さらに、これまでの独裁を咎められて命の危険すらあるとダドリーは思った。そこでダドリーは王位継承順位2位で、なおかつプロテスタントのエリザベスに目をつけた。というかメアリー以外はプロテスタントばかりなんだけどね。だが、優秀で気の強いエリザベスがダドリーの思い通りに動くとは考えづらかった。そこで出した結論は、決めたぞ、次のイングランド国王は、ジェーン・グレイだ。なんで急にジェーンちゃんが？実はジェーンも王位継承者なんだ。継承順位はエドワード6世の母親違いの姉、メアリー、次にもう一人の姉エリザベス、そしてジェーンの母フランセス、その次がジェーン。順位低いやん。確かにジェーンの順位は低い、しかし、ここにはダドリーが付け入る隙があった。メアリーとエリザベスは王位継承者でありながら、身分は諸子のままだったんだ。二人の母親はヘンリー8世と離婚じゃなく、結婚解消されたので、愛人の子供と同じように諸子扱いなのさ。どこまで迷惑なんやヘンリー8世。はい猫缶。にゃあ。ヘンリー8世でどんだけ猫缶を消費したのか。で、メアリーとエリザベスは諸子だという理由で王位継承は無効にして、フランセスは母親だから娘のジェーンに王位を譲らせれば、ジェーンに王位の順番が回ってくる。めっちゃ強引。まずは計画のことは伏せて、ダドリーは自分の息子、ギルフォードとジェーンを結婚させた。ジェーンが女王になった後は義父のダドリーが権力を握れるというわけだ。ジェーンは結婚を拒否したが、最高権力者であるダドリーには逆らえなかった。かわいそうに。この時ジェーンは15歳、ギルフォードは20歳だ。ちょっと待ってださい。こんな髪型で坊主取るやつとはそりゃ結婚を拒否するわね。そうじゃない。このギルフォードは後年の想像図で実物とは違うんだ。なんでイムジハゲを想像した？実際のギルフォードは長身の美形だったが軽薄そうだったという。ジェーンは結婚後も実家に帰ったり体調不良を理由に別居しており、ギルフォードのことを好きになれなかったようだ。一方、エドワード6世の病状は一段と悪化し食べ物を消化するのも難しくなっていた。辛いわねー。ダドリーはエドワード6世に、次期王位をジェーンに渡すことを承諾させた。ジェーンが女王になるなんてかなり突拍子のない話だったが、プロテスタントのエドワード6世はもともと、カトリックすぎるメアリーが国王になることに不安を持っていたのもあり、承諾した。国王の意向となれば、政治の中枢機関である枢密院も従わないわけにはいかず、ジェーンが女王となる準備が整った。ダドリーの陰謀は達成されたのさ。大丈夫かしら？その年の7月、エドワード6世はこの世を去った。まだ15歳だったよ。悲しいわねー。当のジェーンはエドワード6世の死も、自分が次期国王だということも全く知らなかった。ジェーンは突然ダドリーや両親、イングランドの名だたる貴族たちに出迎えられ、全員がジェーンの前にひざまずいた。驚くジェーンにダドリーは、国王陛下が崩御されました。陛下はご崩御前に、あなたを次期女王に定めることをご遺言なさったのです。ジェーンは驚きすぎてその場で気絶したという説もある。そりゃ驚くわよね。メアリー様やエリザベス様を差し置いて私が女王になるなんてとんでもない。しかし、すべてはジェーンの意思とは関係なく進んでいた。権力者のダドリーや両親、貴族たちに取り囲まれ、まだ15歳の少女に抗う力はなかった。こうしてジェーンは女王となることを受け入れたのさ。それでも女王になれるのは良かったと思っていいのかしらねー。わしが変わろう。
交代しようとするな、ソフィア。変わってもらいたいです。やばい、歴史が変わる。ちなみに信仰は？ロシア国教会。それは無理。宗教で無理だった、ああ。くっそー。やばいわ、暴れ出したわよ。あーもう。はい、玉座。女帝。落ち着いた、ああ。どういうことやねん。ダドリーは、エドワード6世の法要2日間発表せずにいた。その間にメアリーとエリザベスに使者を送り、エドワード6世が危篤なので見舞いに来るように伝えた。なんで、エドワード6世はもう亡くなってるやん。そう、これはダドリーの罠だ。メアリーとエリザベスをおびき寄せ、身柄を拘束しようとしたのさ。どこまで悪い奴やねん。だが、用心深いエリザベスは体調不良を理由に応じなかった。さすがだわ。メアリーも警戒していたが、半信半疑でとりあえずダドリーの元へ向かった。拘束されちゃう。そんなメアリーの元にロンドンから何者かが来て、ダドリーからの召喚は罠で、エドワード6世はすでに亡くなっていると伝えたという。誰か知らんけどグッジョブ。メアリーは迷った末に5、6人の従者のみを連れ、海岸近くのケニング城へと行き先を変更。そこからだと万が一何かあってもスペイン支配下のネーデルラントへ逃亡することができるという。メアリーの母親がスペイン王女だったんで、スペインとは親交があったんだ。こうしてダドリーの罠は失敗に終わった。ざまあ。一方、1553年7月10日、ロンドンでは新しい国王の歓迎式が開かれた。イングランド初の女王、ジェーン・グレイの誕生だ。いろいろあったけど女王になったのは素直におめでとう。見物していた証人の証言が残っている。女王は非常に小柄で細かったが格好がよく優雅だった。顔色はよくそばかすが多い、微笑むと真っ白で尖った歯が見えた。赤よりちょっと黒い髪色、眉毛はアーチ型、目鼻立ちが小ぶりで形の良い鼻、しなやかな赤い唇。どんだけ見てんねん。目はヘーゼル色。細かいな。見物人は多かったが歓声が上がることはなかった。人々はこの日の朝にエドワード6世の法要を知り、ジェーンという無名の少女が女王になると聞かされたばかりだった。こうしてジェーンは女王としてロンドン塔で仕事に就いた。ロンドン塔は牢獄のイメージが強いけど要塞でもあり、国王の仕事場にもなったんだ。本来の王位継承者はメアリーだが、メアリーに友好的なスペインですらメアリーがダドリーに対抗できるとは考えていなかった。しかしジェーンの即位から2日後、メアリーは自らが正当な女王であると宣言した。メアリーちゃん強い。スペインやダドリーの予想に反し、メアリーには多くの味方が集まった。プロテスタントの人々さえもメアリー側についたのさ。女王宣言の際、メアリーが国民に信仰の自由を約束したのもあるが、結局ダドリーは人気がなさすぎた。人気のあったサマセット公を陥れて処刑した悪名高い独裁者、それがダドリーの評価だった。ジェーンはダドリーの傀儡に過ぎないことも人々はわかっていたよ。メアリーの率いる軍はどんどん大きくなり、ダドリーの軍からもメアリーに寝返る者が相次いだ。ダドリーはメアリーが海から逃亡しないよう6隻の軍船を送っていたんだが、それも丸ごとメアリーに寝返って。もう完全にメアリーが優勢となった、女王宣言からわずか数日のことだった。メアリーちゃんもすごいしダドリーが嫌われすぎやな。一方、ジェーンはロンドン島で指示に従って、外国宛に助けを求める手紙を書いていたが、ロンドン島からも逃亡してメアリーに寝返る貴族が続出していた。やがてロンドン島から人がいなくなった、ジェーンの両親さえも逃亡してしまったんだ。おい両親。ジェーンは一人ロンドン島に取り残された。女王であるジェーンに逃げる場所はなかったのさ。一人で迎えた翌朝、7月19日、ジェーンは反逆者として逮捕された。ジェーンちゃんはダドリーの言うこと聞いただけやんかー。即位からわずか9日後のことだった。このためジェーンはこう呼ばれている。9日間の女王と。短いわよー。夫のギルフォードも捕らえられ、ロンドン島のジェーンとは違う牢獄に入った。勝利者であるメアリーは、メアリー一世として即位した。これはこれでおめでとう。ジェーンだけでなく親や兄弟、ダドリーやその家族も逮捕されたが、ジェーンとギルフォード、ダドリーの3人以外はすぐに釈放された。釈放された家族は何事もなかったかのように着飾って宮廷生活に戻った。ジェーンには妹もいたが、なんと母親と共にメアリーの侍女にまでなっている。誰もメアリーに対し、ジェーンの恩赦を願いもしなかったという。理不尽。ダドリーの妻でさえ宮廷から追放されただけで済んだ。メアリーちゃん寛大やな、その調子でジェーンちゃんも釈放して。
ジェーンは仮にも女王にまでなってるから釈放は難しい。だがメアリーは、ジェーンがダドリーのせいで女王にならざるを得なかったことはちゃんとわかっていた。ジェーンの牢獄生活は悪いものではなく、4人の従者を持つことや庭の散歩も許され、お金も支給されたという。よかったわ。親玉のダドリーはすぐに裁判にかけられ、処刑が宣告された。ダドリーは命乞いのためカトリックに改宗するとまで言ったり、死に物狂いで手紙を書いたりしたが、メアリーが許すことはなかった。でしょうね。処刑の日、首切り人の一撃でダドリーの首は飛んだという。一撃で済んだのか。メアリーが女王になってから最初の議会が開かれると、エドワード6世時代に制定されたプロテスタントよりの法律が廃止された。この処置はカトリックからもプロテスタントの人からも不満の出ないものだったが、これについてメアリーはスペイン大使から政策の弱さを指摘される。その弱さによって国民から嘲笑されていると忠告されたメアリーは、厳しいところを見せないといけないと思ったのか。ジェーンとギルフォードの裁判を開いた。おーおーおい。そして、二人とも処刑が宣告された。いやー。その場にいた人々はどよめき、同情した。誰もがジェーンはダドリーの罠にはめられただけとわかっていたんだ。侍女たちもすすり泣き、ジェーンの方が逆に彼女たちを慰めたという。ジェーンちゃんが一番辛いのに。と言っても、宣告はしたがメアリーは処刑を執行する書類にサインはしなかった。とりあえず裁判で厳しいところを見せればそれでよかったんだと思う。さすがメアリーちゃんね。そのメアリーは結婚について悩んでいた。この時もう37歳、女王として後継ぎを産みたかったんだ。そんなメアリーに縁談を持ってきたのが、うちの息子なんてどう？ハプスブルク家のカール5世だ。すぐ絡んでくるわねこの人。彼は息子のフェリペをおすすめしてきた。カール5世は神聖ローマ帝国の皇帝でありスペイン王でもあるから、フェリペはスペイン王子。スペインはメアリーの母親のふるさとでもあるから、メアリーは運命感じちゃった。しかもフェリペの肖像画がかっこいいんで、メアリーはたちまち恋したという。イケメンは強いな。しかし、この縁談にイングランド側の議会は困惑した。女王がスペイン王子と結婚なんてしたら、最悪の場合イングランドがスペインに支配されることを危惧したのさ。実際、カール5世はイングランドを手に入れたがっていた。危惧されてる通りやないか。そこで婚約には、スペインに支配されないよう厳しい条件が付けられた。イングランド政府はあくまで女王のもので、フェリペは女王の援助をするだけ。スペイン人にはイングランドの職務を与えないし、女王は貴族たちの同意なく国外に出ない。条件の厳しさにフェリペは驚愕したほどだったという。だが、ここまで配慮された婚約でも国民は納得しなかった。フェリペとの婚約が発表された途端、一気にイングランド国内はメアリーへの反感に包まれたのさ。メアリーに対する三つの反乱がほぼ同時期に勃発。よりによってその一つが、ジェーンの父、サフォーク公による反乱だった。お父さん何してんの？しかもサフォーク公はメアリーを倒してジェーンを再び女王にしようと訴えた。反乱は3つとも鎮圧され、サフォーク公は捕らえられたが、これが原因で、メアリーはジェーンを処刑せざるを得なくなる。お父さんこらー。メアリーに反発する者が、いつ再びジェーンを祭り上げてくるかわからないから。ジェーンを生かしておくなと重臣たちやスペインに説得されたメアリーは、ジェーンとギルフォードの死刑執行令状にサインしたのさ。ジェーンちゃーん。そんで、ついでみたいにギルフォードも処刑決まるんやな。まあギルフォードはダドリーの共犯扱いだったから仕方ない。執行が決まったことを知らされてもジェーンは驚かなかった。私はとっくに死ぬ用意はできています。だが、ここまで来てもメアリーはまだジェーンにチャンスを与えた。え？プロテスタントであるジェーンに、カトリックに改宗するよう要求したんだ。回収すれば命は助けるとどこまでもメアリーちゃん優しい。しかしジェーンは拒否。ジェーンにとって信仰はかけがえのない心の拠り所であり、決して変えられるものじゃなかったんだ。そういうものなのかな。夫のギルフォードは死ぬ前にジェーンに会いたいと言ったが、それも断っている。私たちはすぐにあの世で再会できます。そこで私たちの愛は永遠に結ばれるでしょう。ジェーンがギルフォードを好きだったような記録はあまりないんだけど、天国でなら愛せると思ったのかもね。そして、ギルフォードが先に処刑された。ギルフォードの遺体が運ばれる様子をジェーンは部屋の窓から見て、ギルフォード、ギルフォード。と、悲痛な声で叫んだという。好きじゃなかったとしても夫が処刑されるのはすごく辛いわよねー。そして同じ日、
ジェーンも処刑台に上がった。やだー。ギルフォードは一般の公開処刑場だったが、ジェーンはもう少し人目につきにくいロンドン島敷地内の、タワーグリーンという広場だった。私はここに、死ぬためにやってまいりました。私は女王陛下に対する反落によって死刑を宣告されています。けれどその反落は、私が求めたことではありませんでした。私よりずっとよく世の中を理解している人々が考えたことです。ダドリーのことね。私は王位継承のことも何も知りませんでした。しかし、私がそれに従ったことは結果として違法なことでした。私は今日、法を犯した我が手を無垢の中で洗います。皆様、どうぞ私が真のキリスト教徒として死んでいくことの証人になってください。この処刑の場面は後に、フランスの画家、ドラローシュによって描かれている。これだ。処刑の時の絵だったのね。左の二人はジェーンの次女で、どっちがどっちかわからないけど、エレン夫人とエリザベス・ケルニーという人物だという。ジェーンの処刑を嘆き悲しみ、もう一人は気を失いかけている。膝の上にあるのは直前までジェーンが身につけていたマントと宝石類だ。実は本来ならこういう罪人が身につけていた衣服の類は首切り人がもらえるらしい。そうなの？ジェーンはそういう習慣を知らず、脱ぐ時に首切り人が手伝うのを拒んだというから次女が持ってるんだと思う。そしてジェーンは、斬死しやすいように髪を束ねている。次女に渡されたハンカチで、自分で目隠しをすると。私はどうすればいいのです？どこなのですか？と言い、手探りで首を置くための台を探したという。そして中年の司祭が台のところへジェーンを導こうと手伝っている。首を置く台には鉄輪が付けられ、縄みたいなので床に固定されている。膝の下にあるのは高級クッションだ。高級？罪人はクッションにうつ伏せで寝て、台に首を置く。斬死刑って座った状態で行われるイメージだけど実際は寝た状態なのね。この処刑人、ミルクが雇ってたやつじゃねえか。藁が敷いてあるのは血を吸収させるためだ。リアルで辛いわー。横にいるのは首切り人、斬首のために斧を持っているね。腰にロープがあるのは罪人の手を縛る場合があるからだ。そしてナイフ。なぜナイフが必要かというと、斧の斬首は失敗しやすく、どうしてもうまくいかなかった時はナイフで地道に首を切り落とすという。ひぃ。そして、ジェーンは静かに台の上に首を置いた。神よ、あなたの手にこの身を捧げます。そう叫ぶと、ジェーンは両手を前に差し伸ばしたという。まるで自分を迎える神の、温かい手を取るかのように。ジェーンちゃーん。まだ16歳、逮捕されてからは7ヶ月が経っていたよ。ジェーンの首は首切り人によって高く掲げられた後、遺体は4時間もその場に放置されたという。ジェーンは義父のダドリーのせいで女王にさせられ、父親のサフォーク公が反乱を起こしたせいで処刑が執行された。ジェーンは二人の父親によって命を落としたんだ。悲しすぎるわ。だが彼女は誰も恨むことなく、そして言いなりになるだけの人でもなかった。自分の信仰は最後まで貫き通したのさ、命を懸けて。たった9日間の女王だったが、今でも人々に愛されるヒロインなだけあるね。私も忘れないわ、美しく散ったジェーンちゃんを。せっかくだから紹介しておくと、この絵を描いたドラローシュは他にも有名な絵を描いてて、ロンドン島で怯える王子たちとか、ヨーク家の王子、ナポレオンの絵も、いや散らかってる中身、ハプスブルク家にもこういう髪型の人いたし流行ってたのかな。流行ってたまるか。ロシアのロマノフ家の、ピョートル大帝もドラローシュの作品だ。これもそうなのね。でもピョートル大帝を出したら、見つけたぞピョートルー。ほらソフィアちゃんが来る。待てこらー。うかつにピョートル大帝を出せないわね。どんな歴史解説だよ。ちなみにこれがドラローシュの自画像だ。本人も散らかってんのかーい。やっぱり流行ってたのか。流行ってたまるか。というかほぼナポレオン。ジェーンが処刑されてしまったので話はメアリー一世に移るわけだが、彼女もまたドラマチックな人なんだ。そうなのね、どうなるのかしら。次回に続く。おーおーおい。ごめんご、エドワード6世が誘拐されやすすぎて長くなってしまった。そこ？まあしょうがないわねー。よかったらチャンネル登録や高評価、コメントもよろしくお願いします。Twitter のフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。